どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日もデュエルリンクスの歴史の授業やっていきたいなと思います。本日6限目ということで、非常に、授業の方ね、ご好評をいただいておりましてですね、本日のテーマはいろいろやってきました。今まで魔法、罠、モンスター、スキル、ワンキルとやってきたんですけども、本日のテーマ、イベントです。イベント。デュエルリンクス、特有のね、まあ、イベントっていう概念があるわけですわ。デュエルリンクスには常になんか何らかのイベントが開催されてまして、今だったら、この、未知のデュエリストっていうね、セラさんのイベントがやっていて、まあ、こういったイベントを常に何かしら、こう、並行でやり続けてるわけなんですけども、すでにリリースがもう、もう3年目ぐらいになるんで、デュエルリンクスはね、100以上のね、単純計算、毎週やってると仮定すると100以上のイベントが、開催されてきてまして、そのイベントを全て走ってきたプロニート中のプロニートである僕だからこそ言えるクソイベントランキングトップ3、こちら発表していきたいなと思います。イベント、まあ面白いイベントもたくさんあるんですけれども、デュエルリンクスね、人をイラつかせるためだけに存在しているねイベントもあるわけですよ今回は、その中より、選ばれし究極最低最悪のイベント、これトップ3ね、発表していきたいと思います。早速第3位発表していきましょう。クソイベントランキング第3位はペガサス緊急帰国事件。皆さん、ペガサス緊急帰国事件というものはご存知でしょうか。2017年の1月、満を持してね、ペガサスさんがですね、このデュエルリンクスワールドに、まあ、実装されまして、遊戯王の創造主ペガサスさんね。でイベント形式は、まあ、モブを狩ることによって入手できるスターチップっていうのを集めて、で、ペガサスさんに挑むことができるよっていうイベントだったんですけども、まあ、報酬はもちろんみんな大好きなトゥーンカード、まあ、トゥーンブルーアイズとかそういうカードだったと思うんですけども、まあ、ユーザーの期待がどんどんやっぱペガサスって人気のキャラクターなんで膨らんでいくわけですよ。そこでなんとペガサスさん、ろくにイベントせずに帰国します。いなくなりましたイベント突如中止みたいな、突如ですよ。もうほんと、もうほんと数時間とかいうレベルだった、なんかよく覚えてないけど、確かほんと数時間みたいなレベルで、なんかもうすぐ帰りまーすって、帰りまーすって言って、突如帰るんですよ、ペガサスさんが。もう、みんな頑張って仕事中とか、授業中にね、モブを買って、スターチップめっちゃ貯めたのに、なんかいきなりペガサスさん帰りまーすって言って帰って、スターチップもなんか長くなって、みたいな。突如失踪。ペガサスさん突如失踪と。ここでね、リンクスミンは一旦激怒します。一旦激怒。ふざけんなと。何帰国してんだみたいな。一回も戦ってるぞ、ほらみたいなね。髪を切れみたいな。まあ、そういうね、罵詈雑言が浴びされるんですけども。まあ、この後も数日間失踪が続きまして、でね、突如として、またイベントが再開されます。また、ペガサスさん再来日。再度来日されて、で、まあ、なかなかじらしてくれやんけ、と。ユーザーさんね。ペガサスさん、まあ、再来日してくれたらまあいいかと思うんですけども、ペガサスさん、ちょっとやって、また帰ります。お前帰りまーすって言って、また帰るという。まあ、一回来てすぐ帰って、またちょっとだけやったらまたすぐ帰るっていう。これね、なんかね、どうやら、アクセス負荷が、なんか原因で、なんか、すげえ帰るんですよ。ダメだったから、まあ、中止になって、で、またやって、また中止になって、みたいな。やつを繰り返しましてですね、で、そのまんまフェードアウトして終わるっていうイベントがイベント開催失敗っていうね、パワーワード。まあ、ちょっと2017年度、デュエルリンクス流行語大賞にも、まあ、一応ノミネートはしてました。ペガサス緊急帰国事件っていうこれちなみになんですけども、この時期ね、なんかインフルエンザが流行っていて、世間ではペガサスさんインフルエンザ感染説っていうのがねペガサスインフルエンザかかったんじゃねっていうことを言われてまして、まあインフルエンザは仕方ないかみたいな感じになってました。はい、これが、まあ、大体なんかなんとなく覚えている一部始終、ペガサス緊急帰国事件の一部始終でございました。続きまして、クソイベントランキング第2位の発表に参りたいと思います。クソイベントランキング第2位はサイバードラゴン未実装事件。まあ、これはね、皆さんもよく覚えてる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、2018年の7月、まあ、いよいよ満を持して登場したヘルカイザさんね、通称殺意の塊おじさん、殺意の塊おじさんイベント形式はまあいつもと同じで、モブ買ってイベントアイテム貯めて、そのアイテム使用してヘルカイザー戦って、でキャラの使用権とか、まあ、カードをゲットできるよっていう仕様だったんですけども、
皆さんもよくご存知だと思います。ヘルカイザー、まあ、あのカイザーといえば何か、カイザーといえばそうですよ、サイバードラゴンですよね。カイザーといえばサイバードラゴン、これは揺るがぬ事実。遊戯で言えば、まあ、ブラックマジシャン、カイバで言ったらブルーアイズ、マナといえばカナみたいなもんですわ。もうだからカイザーといえばサイバードラゴンみたいな感じなんですけれども、なんとこのイベントサイバードラゴン1枚たりとも実装されませんでした。どこも探してもサイバードラゴンがいない。魂ですよ、カイザーの魂なんですよサイバードラゴンは。1枚も実装しない、このね運営の姿勢に、デュエルリンクスミンさん、リンクスミンさん大激怒全員ブチ切れました。もう10人いたら9人がブチ切れてました。あの時期はなんかその当時強すぎるから実装しないんでしょみたいな、ほんと無能な意見が飛び交ったんですけども、よく考えてください。当時環境はソラカス、クーガダンね、ソラカス、10キロのカードですよ、10キロのカードで、アマカス、アマゾネスの吸収、あれ10キロのカード、10機パワーで暴れ回ってる。あの10機パワーっていうのは、遊戯王っていうのは何機って分かれてて、10機カードっていうのはとにかくカードの効果が長くてなんか雑に強いカードが多いんですよ。でその10機カードが暴れ回ってるこの環境において、サイバードラゴンが1枚実装されたところで何のパワーもないんですよ。けどそれでも欲しい、なんでか、サイバードラゴンが好きだからですよ。みんなサイバードラゴンが好きだからなんですよ。ヘルカイザーが好きだから、これをね、俺たちの気持ちを踏みにじるようにサイバードラゴンが一切実装されませんでした。あの時期はね、単体で実装されたところで何ができるんでしょうかサイバードラゴンに。その当時ね、強力な融合モンスターいませんよ。ランページのもいません、今でもいませんから。ランページ、フォートレスいません、今でもいません。こんなものはサイバーツイン、まあ、今はいますけど、その当時はいません。いるモンスターといえばキメラテックオーバードラゴンぐらい、あとあの自転車ぐらい、あの自転車がキメラテックオーバーぐらいしかいなかったんじゃないかなと思うんですけども、クオレンダーがしたいのにクオレンダーの素材がいないぜみたいなことだったんですよ。やばいでしょ。まあ、もちろんパワーボンドとかね、リミッター解除もないですよ。強力なサポートカードももちろん全部ないです。その状態でサイバードラゴンを実装しないという姿勢にもうデュエルリンクセミがぶち切れまして、でまたこれがあの事件になったのは、その公式デュエルリンクスの公式のツイッターがあるじゃないですか。その公式ツイッターにあのバリ雑言のリプライをひたすら書き続けるっていうね、ぶち切れたデュエルリンクスミンがもう立ちましてですね、なんか死ねみたいな、殺せみたいな ツイッターのリプライを送りまくって、なんかあれですね、アカウントバン祭りみたいな、アカウント凍結祭りみたいなのがなんか開催されたっていう噂を聞いてます。そのぐらい本当にみんなぶち切れた。でなんとですね、このサイバードラゴン実装されたのがどんぐらいだったっけな、多分ですね1年後ぐらい、もう完全に時すでにお寿司状態、時すでにお寿司ってやつですよね。もう今更サイバードラゴンとか、まあ、サイバーツインも来るんですけど、ちょっとした後にサイバーツインなんて来ても活躍できるわけないんですよ。でもっとやばいのは、そのサイバードラゴン実装しねくせになんかサイバーリー奥義とかいうなんか意味わかんない超強いなんか誰が考えたよみたいなスキルだけはなんか先に実装しちゃって、なんかヘルカイザーが一切サイバードラゴン使わないんだけど、そのサイバーリー奥義っていうスキル で暴れ回るみたいな。ね、当時はねデーモンとかね、あのミカドデッキ、要はプロトサイバードラゴンっていうのを特殊召喚して、でそいつ特殊召喚じゃないか、なんかフィールド出して、でそいつをリリースしてなんかモンスター出すみたいなことができたんで、なんかほんとただの下敷き、プロトサイバー、要はサイバードラゴンがただの下敷きと化していると。サイバードラゴン一切使わず、サイバーリー奥義なんて一切使わずに、サイバーリー奥義っていう名ばかりのスキルで違うデッキを使いこなす、これがデュエルリンクス、これがデュエルリンクスですよ。どうやら理解してるかな、これがデュエルリンクスだってねこれが本当にクソクソオブクソ。というわけで第2位はサイバードラゴン未実装事件でございました。そして、私が思うクソイベントランキング第1位はキャラデッキ対決とは名ばかりのレギュレーション戦。普段とは違うルールで頂点を目指せ、おそうだなっていうまあ、レギュレーション戦っていうねこのイベントがあったんですけれども、このイベントどういうイベントだったかっていうと、キャラデッキっぽいね、キャラごとになんかデッキ内に必ずいなきゃいけない。まあ例えば遊戯だったら例えば、ブラックマジシャン、
ブラックマジシャンですよね。ブラックマジシャン、このブラックマジシャンを入れなきゃいけない。でさらにスキルもなんかその指定されている中から使わなきゃいけないみたいな、そういう、まあ、要はちょっと縛りがある、まあ、ルールでやってくださいよっていう対人戦形式のイベントだったんですよ。まあ表指だったら破壊竜ガンドラだし、ブルーアイズで言ったら海馬みたいな感じなんですけども、これがですね、あれにあれます、大荒れです。もう大荒らしですよ、大荒らし。まあ、なんでか、ここまでね授業を聞いていただいてる方だったら、まあ、なんとなく予想つくんじゃないかなと思うんですけども、まあちょっとデッキ一例見せますわ。こんな感じ。要するにですね、指定カードを投入しただけのクソみたいな環境デッキで溢れ返ったんですよ、世の中が。なんかまあ今表示してるのはリボルバードラゴン投入してみただけ6部みたいなデッキなんですけども、他にもですね、ブルーアイズ投入してみただけ申し訳アマカスとか、ブルーアイズ投入してみただけ、申し訳ソラカスとか、なんかものすごいね、気に食わんデッキが多かったわけですよ。だから、そのキャラクターで指定されているカードを入れただけの環境デッキってやつですね、いわゆるね。まあなんかアポピス入れただけアマカスとかね、そういう感じ。だからそういうデュエルがしたいわけじゃないんですよ、僕らは。レギュレーション戦に求めていることは、そのまあキャラデッキ対決っていう、まあ要は海馬のブルーアイズを使っ、あ、遊戯でブラックマシンを使って海馬のブルーアイズを倒すとか、まあ、そういう、ね、熱いデュエルがしたかったわけであって、別にブルーアイズ引いたら邪魔なだけの、粉砕ソラカスで、アポピスが出てくるだけのハゲアマゾネスを倒したいわけじゃないんですよ。この理由が全てです。これが全て。毎日なんですよ、本当に。なんか、キャラデッキやったレギュレーション戦楽しみだと思って、初手、行ったら、ブルーアイズ入ってるだけの甘カスに、ひたすらにボコられるみたいな。なんならね、当時ね、ブルーアイズソラカスみたいなのがあったんですけど、なんかそのブルーアイズは、青き目の意向っていうので、ブルーアイズを速攻墓地落として、とにかく、なるべく、ゴミを引かないっていう。デッキ内のゴミ、過去ブルーアイズね。ブルーアイズをどれだけ引かないかみたいなことが言われてましたよね、当時はね。もう本当にクソ。で、要するに、だから、青き目の意向を発動して、ブルーアイズ墓地を食って、やったこれでブルーアイズ引くっていうクソ軸なくなったぜ、イエー、ビート、ドンパ、ダイナ、粉砕、イエー、グッド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 、対戦、アダシャーみたいな感じなわけですよ。はい。どうですか？デュエリンクス。最高のゲームだろ。そういうことなわけですよ、結局ね。もうなんかググったら載ってたんでちょっと載せときますけど、こういうデッキ、まあ、例えばこういうね、クソリボルバーデッキとか、あとなんかそのレッドアイズをちょっとだけ入れただけの6部集みたいな、だって戦争やんけレッドアイズ6部みたいな、こういうねクソほど腹立つデッキが横行してましてですね、これこんなデッキばっかり、レギュレーション戦がはっきり言います。何が楽しいねん。おとなしくランク戦しとけ。まあ、これは、ぶっちゃけね、僕ら、ユーザーが悪いんじゃなくて、結局こういう、形式にしてしまうと、報酬を用意して、で、勝つことを目的にしてしまうと、こういう風になっちゃうから、だから、まあ、例えばね、ある程度なんか報酬大したことないようにして、なんかその、好きな人だけ、やってもらうっていうルールにして、でもほんとこの完全にガチガチに縛る、だからこういうカードプールの中から組んでくださいよみたいなことにしてやればいいんですよ。そうすればレギュレーション戦も結構楽しいものになるんじゃないかなと思うんですけども、このレギュレーション戦が僕は世界一嫌いです。このレギュレーション戦のイベントが世界一嫌い、俺は。なんならはっきり言いますよ、世界大会のレギュレーション戦のあのルール、あれも俺は嫌いです。あれは嫌い。もっとキャラデッキに寄せるべき、やるんだったら。そうじゃないとエンターテイメントとして成り立てないからと俺は思ってるんですよ。もう俺にルール考えさせてくんねえかなって思ってるんですけど。それはちょっとおこがましいですよね。もう本当にもうなんかこのイベントの悪口だけで5時間は酒飲めるね。ちなみにカーリー渚のオフェストだったら、まあ多分ね15時間は舐めれると思います。僕舐め続けられると思います。はい、というわけで今回のデュエルリンクスの歴史の授業はここまで。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、ノートもやってますんで、結構時間かかるんですよ、あれ書くの。よかったらね、そっちもね、読んでいただいて、好きフォローしていただけるととても励みになりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは、また7限目でお会いしましょう。なんかやってほしいテーマとかあれば、コメント欄に教えてください。はい、ということで、また。バイバイ。
バイバイ。